されたのか。どこかにあいつがいるはずだ。上に行ってみよう。何してるんだ。動いてないな。どうした？変な声が聞こえる。妹の声だった。あいつらが何か仕掛けてきてるのかもな。おい、どうした？アキト、アキト、行くぞ。お前の本心なのか。惑わされるな。相手の思うツボだぞ。違う、違うんだ。アキト、しっかりしろ。一生懸命働いてさえいれば家族は守れると信じきっていた。でもな、久しぶりに家に帰ったら俺たちはもう家族じゃなくなっていた。息子は俺が渡したおもちゃをつまらなそうに見ていたよ。もうスーパーカーになんか興味がなくなっていたんだよ。ケケ、それでも俺はこの戦いから逃げない。守りたいものを守るためだ。マリ！あの人形は時間稼ぎすらできなかったのか。てめえ！肉体の死はただの事象に過ぎない。魂は肉体を離れてこそ
本来の姿を取り戻す。死生観は自由だ、否定はしない。だけど独りよがりの妄想に人を巻き込むな。正しい導きはいつの時代も疎まれる。だが君もすぐに理解するだろう。肉体がいかに無意味なものなのか。マリに触るな。必要な量の魂は集まった。その全てを使い生と死の境界を破壊する。君の妹は最後の礎として用いられる。とても尊い役割だ。そんなことさせるか。教会が失われれば世界は一変する。私はそこにささやかな楽園を作るつもりだ。妻と娘の魂が永遠に輝き続けることができる。何が楽園だ。そうだ、素晴らしいことを思いついた。この娘にも楽園を用意してやろう。強い意志を持った稀有な魂だ。場合によっては新世界の導き手になれるかもしれない。新世界のマリア、いやイブか。お前の夢物語など何の価値もない。夢か。直接確かめたのか、妹の魂がこの肉体に戻りたがっているか否か。それはこの娘の包帯の下はどうなっていると思う。肉体に固執しても苦しみが増すだけだ。だからって。おい、惑わされんな。こいつを倒さなければ世界が終わるんだぞ。アキト、しっかりしろ。時は完全に満ちた。ここから世界が変わる新たな始まりの時だ。我が宿願が成就する。立て、奴を追うぞ。マリ、お前は何を。あいつの妄想に取り込まれるな。目を覚ませ。覚まさないならお前を切り捨てる。アキト、お前本当にこのまま。自分に勝つ。アキト、お前は邪魔をするな。要は確かめるのは怖えんだろ。妹の気持ちを。自分が命張ってまでやってきたことが全部無駄だった。その答えを聞くのが怖えんだ。
あんたに何がわかる。わからねえよ。自分の家族の気持ちさえな。わからねえから確かめに行くんじゃねえか。ケケ、俺は止まらない。お前はどうする。僕も行く。マリに直接確かめるまで死ねない。ここにしがみついてんだ。俺みたいになるんじゃねえぞ。自分に引導を渡すことになるとはな。ケケ、行くぞ。黄泉の国はまだ先だ。ああ、行こう。